令和新選組の山本太郎代表は11日午後、横浜市内で街頭演説し、次期衆院選で東京発区からの出馬を撤回すると表明した。すでに出馬を予定していた立憲民主党の立候補予定者や支援者への配慮を理由に挙げ、私が降りて混乱を収束させ、野党共闘していきたい、と強調した。山本氏は演説で、どの小選挙区から出馬するかは明言しなかった。 東京発区での出馬は縦民側からの打診だったとした上で、双方で合意していたが、縦民側の支持者に説明されていなかったと釈明、約束とは違うが、降りることで混乱のけじめを取ると説明した。